ちょっといいですか。あ、すいません。多分なんか次に再生に行った曲が溜まってる。あ、これ OK です。ありがとうございます。よろしくお願いします。Howdy!はい、狩俣凛太郎風に始めてみました。こんばんは。YouTube の時間でございます。お相手はマクワードル高幸です。よろしくお願いします。このハウディーっていうのかっこいいね。パクってやったぜ。ハウディー意味はわからないけどさ、まあこんにちはみたいなもんかな。はい、どんどんパクってもいいんじゃないかい。はい。今週もよろしくお願いします。30分のお付き合いですんでね、メールどんどん送ってください。よろしくお願いします。メールの宛先をお伝えしたいと思っております。ではいきます。797@fmginowan.com 797@fmginowan.com で、皆さんのメールを待っております。テーマとかないんでね、何でもいいんで思いついたらどん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 、甲子園のことでもいいですしね、お盆のあれこれ送ってください。あの幽霊見たよとかね、大歓迎ですんでね、ぜひ送ってください。よろしくお願いします。まあね、この、YouTube も今日でね、なんと第46回なんですよ。まあいい加減50回になったら何かやろうかなって思ってるんですけどね。とりあえずはあのメール送ってみてくださいね。お相手しているのはマクワードル高幸ですよ、皆さん。番組は YouTube という番組をね、これから30分お届けしますんでね、皆さんよろしくお願いします。ゆたしくゆたしく。それではね、今週も張り切っていきましょうか。この番組は、ボディマッサージとアロマのリメディアルアロマスクールサロンティーズ、歯を守ること、それは命を守ること、コチンタシカクリニック、丸ごとラスクが大好評のワイズサポート、酒類全般輸入卸通信販売ジョイワイ商事、アパートの修繕リフォームならショーンプレスの提供でお送りします。
こんばんは皆さん、改めまして、お相手はマクワードル高幸です。よろしくお願いします。このマクワードルっちゅうのをね、もうどれだけ引っ張るかっていう今勝負に入ってますからね。やがてその由来さえ皆さんが忘れるまで、僕は使いたいと思っております。今週もね、いろんなことを話しながら喋っていく、話しながら喋っていく。もうすでにおかしいですね。何が言いたいかというと、スマップです。スマップ、ね、スマップね、やっぱり1月の騒動からね、やっぱりこうメンバー間の亀裂っていうのは深まらなかったっていうね、亀裂が深まらなかった。また間違ってるね、修復できなかったっていうことですよ。こう亀裂がね、もうこう割れっぱなしよ、割れっぱなし、日々入りっぱなしっていうことよね。でもね、でもものすごい異常なぐらいね、ちょっと報道しすぎな面もありますよね。号外出るぐらい、スマップのね、解散って。その辺はちょっと疑問なんですけど、でもね、やっぱりいろんな報道を見ているとね、木村拓哉対4人みたいなね、図式になってるらしいというね。でもやっぱあれなんでしょ、もうこうスマップスマップとか見ててもこうすごいあれなんです。僕あんまり見ないんですけど、雰囲気悪いっていうか。すごいこうチームワークのなさが目立つような番組構成っていうか、25周年の記念コンサートももうできないぐらい、もう本当だったらね、こうファンのことを一番に考えたらやるべきだと思うしね、そういうのも本当はメンバーとしてはやりたかったと思うんだけど、もうそれができないぐらい、もうやってもつまんねえよぐらい。ねえ、やっぱそれぐらいなんでしょう、メンバー間の空気あるじゃん、この空気っていうの、もう一緒にいるのも嫌っていうぐらいの本当はね空気なんだけど、もう仕事だからもう本当にいやいややっているっていう、このいやいや感がもうファンに伝わるぐらい。逆にコンサートやったら失礼だろっていうぐらい。やっぱりもうメンバーのね、この間がもうすごいんでしょ、もうね。いやでもやっぱそれだったらね、もうやらない方がいいかな。ねえ、やっぱやってもいいものはできないと思うしね。どうだろうな、やっぱプロだったらやるべきだっていう意見もあるだろうし、難しい。一言ながら難しい。そういうね、こともありながら。あとは、カデナね。いや、残念だったね、カデナ高校。でもね、よかったですよ。もう本当にお疲れさんでした。カデナのメンバーの皆さんね、もう本当に、胸を張って、ね。やっぱりお盆でもね、ね、やっぱりみんな見てたしね、やっぱり良かったですよ。でもカデナのロータリー打線ね、カデナのロータリー打線がもうちょっと早く爆発してほしかったね。そしたらまた分かんなかったんですけど、でも明徳義塾強かったよ。強い、そういう強いね、明徳義塾相手に、あれだけ頑張ったんですから、本当にお疲れ様でした。お盆だったんですけどね、お盆皆さんどうでした？お盆は。いいお盆、ね。ナイスお盆、過ごしましたか？運慶中日ウークイという3日間ね、あって、ハエバル方面はね、4日間なんですよね。普通のウークイの次の日が、向こうではウークイっていう風にね、なってるんですね。不思議だね。これ由来はあるはずなんだけどね、かかず人さんに聞いてくださいね。あとは、なんでしょうね。お盆は皆さん、内カビ燃やしました？たくさん。あら、万内燃やした方がいいみたいですよ、もう。
お家は燃やさないよ、もちろんね。あのちゃんと後始末はやって、燃やした後はあのなんかこのたらいみたいのにね入れて、あの水かけてね、あのスモークオンザウォーターね、じゃっじゃっじゃーみたいな、じゃじゃーみたいな、いう風にしてくださいね。あのスモークオンザウォーターであのちゃんと終わらせてくださいね。あと A さん、あ A さんといえばね、あのいいメッセージ来てるんでね、ちょっとあのメールの方紹介したいと思っております。かよださん、スタッフの、スタッフの皆さん、こんばんは。スタッフっていうのは今日はあの、よなみねさんのことですね。まあいいんですけどね。今週は旧盆でしたね。うん。私は、中の日に、実家で地域のエーサーをちょこっとだけ見てエネルギーを補充。そしてウークイは親戚周りとハードスケジュールをこなした旧盆でしたよ。かよださんは、どんな、どん、これ文字があの、どんなになってるの、どんな、どんな、旧盆でしたか。で、ウークイが終わって、昨日からめっちゃ暑くないですか。昨日、今日と午後の一番暑い時間帯に外にいたので、めっちゃバテてます。かっこ笑い。まだまだ暑そうなので、かよださんも水分補給をお忘れなく。では、今夜も最後までちばりよ。お名前が、ラジオネームが、白山団地の三女さん、ありがとうございます。お盆はね、僕もあの僕のルーツであるこう宮城島に行きましてですね、宮城島、あの海中道路を越えて、変座宮城池ってあるんですけどね、この真ん中にあるね、宮城島が僕のあの親父のね、あのルーツなんですけどね、行っておばあちゃんに会ってね、93歳のおばあちゃんがあの住んでるんですけどね、おばあと話して、で、まあ、去年も聞いた同じ話をね、また聞いて。でもそれでいいんですよ、おばあの話っていうのは。うん。毎年同じ話でもいい。それが健康のバロメーター。去年と違う話し始めたら、ちょっと、あれ？あ？みたいな。でもね、よかったですよ。そういう話は繰り返し繰り返し聞いてね、ああ、そんなだったんだなって思いながらね、感謝をするっていうのがいいんじゃないですか、旧盆はね。結構ね早いんですよ、宮城島のウークイはね。うん、行ったら夕方行ったんですよね、6時ぐらい行ったら終わってました。早っと思ったんですけどね。まあそれぞれ島の習慣がありますからね。うん、そうそうそう、うん、本当にねまだまだ暑いですから、水分補給お忘れなくということでね、エーサーね、白山団地の三条さんもね、エーサー道、これ道樹齢ですね、見たよって言ってますけどね、僕も見ましたよ。うん、僕愛知に住んでるんでね、宜野湾市愛知青年会頑張ってますからね今。でもねこれはちょっとね、僕問題発言かもしれないんですけど、まあ、一言だけ言わせてください。昔はね、僕が小さい頃は、エーサーっていうのは、ウークイの日だけだったわけ。年に一回、ウークイの日だけをやるっていうのが習慣だったんですよ。これはね、こう、ウークイしても帰らないご先祖様を、まあ、追い出すっていう。追い出すっていうのもちょっと冷たい気もするんだけど、まあ、ずっとこっちにいないよっていうことで、送り出すっていうこと、の意味も込めて、ウークイにエーサーをやるっていうのがね、だったんですよ、僕の小さい頃はね。逆にね、運慶の日、初日ね、運慶の日は、もうね、静かにしないといけないわけ。なんて言うんだろう、爆竹やっただけでね、すごいしたたか怒られるくらい、もう、運慶の日は静かに。ご先祖様が帰ってきやすいように驚かさないように静かにしなさいって言われてね、中日もね、静かにと。で、運慶はもうその代わり、ウークイはその代わり思いっきりもううるさくしていいよっていうふうに言われてたわけ。でも今はね、もう運慶の日からもうどんないどんない、中日もバンナイバンナイ、最後はもうもっともっとバンナイバンナイ。で、あといろんなとこでやってるでしょ、ウーのエーサーもね。で、あと創作エーサーよ、創作エーサーっていうのはよ、よさこいも含めもうどんどんね、まあこんな言っちゃあれですけど、わけわからなくなってるでしょ。
それええさって言うのもあるさね。まあまあいい面もあるし、もちろんね、それでも全国区になってって海外にもバンナイって、もうエーサー実行が増えるっていうのはもういいでしょう。太鼓もバンナイ売れるしねパーランクも死に売れるし、まあ、それはそれでいいよ。でもそれプラス、まあ、車の両輪じゃないけど、もう本当に伝統的なやつもやっぱりどんどんどんやってってほしいわけ。ヘシキアエーサーみたいにすごいシンプルで一見地味だなって思うのでも、やっぱりそれなりの、それの凄さっていうのもあるしね。やっぱそれも楽しみつつ、もうド派手な創作エーサーも、楽しむっていうのが、やっぱり今時のエーサーの楽しみ方じゃないかな。でもやっぱりこのエーサーをなんでやるのかっていう意味とかはね、やっぱり知ってた方がいいと思う、自分はね。うん、と思いました。はい、ちょっと真面目な話しましたね。ツイキャスの方もね、コメント待ってますんでね、兄ちゃんさんね、今週もありがとうございますね。今週も始まりましたね。元気ですか？もう元気ですよ。もう元気しかね、取り柄ないんですよね、僕ね。必要以上に暑苦しく、必要以上に元気でございます。今週もね、よろしくお願いしますね、兄ちゃんさんね。ありがとうございます。だから今週はですね、今週の特集は、これです。これNHK みんなの歌です。これをね、かけて、ああでもない、こうでもないと言って、残り時間は楽しみたいと思ってるんで、早速行きましょうか。まずはね、もう NHK みんなの歌、これを聞きながら育ったと言っても過言ではないぐらい、もうすごい僕、馴染みのある曲ばっかりなんですよ。で、これをね、見つけて、あ、これ絶対特集しようと思ってね、これ書けるんですが、まず、みんなの歌、NHK みんなの歌ベスト。このベストの曲紹介からいきましょうか。ディスク1とディスク2があります。1曲目からどんどん読んでいきますんでね、皆さん反応したところで、手を挙げてみてくださいね。その場でね。うん、山口さんちのつとむ君、北風小僧のカンタロウ、輪になって踊ろう、コンピューターおばあちゃん。実はこのコンピューターおばあちゃんがね、僕はすっごい聞きたくて、これ今日のメインです。であと、赤鬼と青鬼の単語南の島の、ハメハメハ大王、うん、ハメハメハだったっけ、カメハメハじゃないんだなハメ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 でいいのかすごい大王だな。いいな、こんな大王素敵だな。もう南の島でハメハメハ大王ですからね。はい。ごめんなさい、これ以上は言いません。こう NHK みんなの歌に、良い子の NHK のみんなの歌に、ケチをつけることはしませんのでね。で次、一円玉の旅ガラス。これもいいよね。8番、ドラキュラの歌。熊のぬいぐるみ。太陽の子供たち。いたずらっ子。チュンチュンワールド。これもね、わかる俺。あと、ビューティフルネーム。恋するニワトリ。この恋するニワトリっていうのもね、すごいいい曲なんですよ。これもかけましょう。ラジャマハラジャー。ラジャマハラジャー。多分これインドっぽいやつでしょうね。トレロカモミーロ。お風呂の歌。リンゴの森の子猫たち。小田抜ポンポ。アップルパップルプリンセス。これも知ってる俺。大きな古時計、ありがとうさようなら、切手のない贈り物、ディスク2が6歳のバラード。これね、タイトルだけでなんかね、いい。6歳のバラード、どんなバラードなんだろう、6歳の奏でるバラードはね。で次の曲、なぜ、その次が証、フレフレ大丈夫、ピースフル、ベイビーロック、真っ暗森の歌、ハピハピバースデー、次、僕はクマ、来たよメトロポリタンミュージアム、美術館と書いてミュージアム。で、きっと幸せ、キャベツ UFO、川は誰のもの、クリスタルチルドレン、クリスタルチルドレンって、透明な子供たち、ん、サトウキビ畑、約束、父に送る手紙、古いお城の物語、イエール、わらび神、かっこ大和口、北極熊となっておりますね。ごめん、曲紹介しただけであれだな。やっぱりさすがに長いな。もう時間経っちゃってるな。じゃあまずね、もうこれから行こう。メインから行こう。もう、出し惜しみせず。まずこれ行こう。コンピューターおばあちゃん。これね、すごい楽しみ。全然覚えてない。お。
いいね、このなんかこの維新電信みたいな、このオレンジレンジの維新電信みたいなこのイントロコンピューターおばあちゃん、ちょっと聞いてみましょう、どうぞ。かっこいい、ウォー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 がいいね。明治生まれのコンピューター、頼もしいな。いいね、ちゃんと韻踏んでるね。僕も大好きだねこれね、うん、懐かしいな。やっぱりあの聞いたことあるな、コンピューターおばあちゃん。やっぱりね、なんだろうな、テクノだね、テクノかっこいい。よし、じゃあ次行ってみよう。ね、次何行きましょうか。まあ、ハメハメハ大王は大体知ってるからいいとして、あ、14番、恋する鶏行きましょうね。これね、いい曲なんですよ、僕なんとなく覚えてるんですよね、これです。恋するニワトリ、増田直美さんですね。うん、これもね覚えてる。俺これねポンキッキだと思ってたんだけど違うんだね。NHK みんなの歌なんだな。いい歌だねこれね。誰か歌ってほしい。マナミとか。サザンスターな感じで歌ってほしいですね。うん。いい歌だ。これいいな。なんかうん、素敵な歌ですね。うん。西野カナに歌って、西野カナに歌ってほしいですね。はい、これは、恋するニワトリをお届けしました。そして次行ってみよう。どうしても気になる、ディスク2に行ってね、6歳のバラード聞こう、6歳のバラード。6歳でどんなバラード歌うんだろうな。めちゃくちゃ渋かったらどうしようかな、これな。あ、もうちょっと聞こう。うん。とりあえず聞こう。行きましょうか、じゃあ聞いてください、6歳のバラード。最高だな俺。いいなぁ、いい曲だなこれ。6歳のバラード、ゆうゆうちゃんが歌ってるみたいですよ。これは知らなかったなぁ。いや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 、パパと結婚しないはずですって。そうね。うん、いいなこれね。おっしゃ、ありがとうございました。6歳のバラード、ちょっと予想外にいい曲でしたねこれね。まあ、そんなこんなでね、残り時間もわずかになってきましたんでね、まあ、ちょっと最後にね、何かかけながらね、ちょっと行きたいかなと思ってますけど、何がいいかな。もう全然こう予備知識もないの行ってみようかね。
ベイビーロックっていうのがあるから、それ聞きながらね、もうちょっとあのエンディングになるのかなっていう感じなんですけどね。これがベイビーロック、あのロックだね、これロック、ロックね。これあんまりだな。ね、あちょっともうちょい気になるのがある。これね、これキャベツ UFO、新倉よしみさん。なるほどね、やっぱいい曲多いよね。うん、でもやっぱり今日一番ベストは俺あのコンピューターおばあちゃんかなと思ったけど、あの6歳のバラードの方が良かったな。6歳のバラードはね、あのまたかけます、あのフルでかけましょうね今度ね。うん、そんな感じでいきたいと思っております。今週もねお付き合いどうもありがとうございました。この番組はボディマッサージとアロマのリメディアルアロマスクールサロンティーズ、歯を守ること、それは命を守ること、コチンダシカクリニック、まるごとラスクが大好評のワイズサポート、酒類全般輸入卸通信販売、ジョー・イーワイ商事、アパートの修繕リフォームならショーン・プレスの提供でお送りしました。さあ、今週もね、本当にお付き合いどうもありがとうございました。あ、兄ちゃんさん、かよたさん、6歳のバラード大爆笑です。気に入りましたね。兄ちゃんさんよかったね。これまた書けるからね、兄ちゃんさん。兄ちゃんさんにこの、プレゼントします、今度ね。じゃあ、6歳のバラード最高でしたね。じゃあ、そんなこんなでね、今週はお別れしましょうか。じゃあまた、来週まで、ハウディー。That's it.